どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら、モンキー D ルフィ使っていこうと思います。はい。ワンピースコラボ今日から始まってるんですが、まあやっぱり最初に使うキャラといえばね、間違いなくルフィですよね。今日はモンキー D ルフィを実際にね、戦場で使っていこうと思います。まずルフィの紹介からしていきます。スキブ2つ持ちで22ターン変身のキャラです。で、変身後はバインド封印、3色攻撃5つ、十字ボイスで軽く戻せるって感じのキャラになっていて、スキルは1ターン自分の上限値を40億に1ターン自分の攻撃力5倍、ダメージ無効貫通が3ターンスキルです。まあこれ本当に何でもありなキャラで、そもそも上限解放値ね、40億にできるしんで、もう変身キャラの概念をぶっ壊してますし、かつ自分の攻撃力5倍も強いし、無効貫までが3ターンで打てるのはもう本当にずるい。で、ステータスもね、かなり高い数値になってますので優秀なキャラになってます。ボイス覚醒のおかげでステもかなり上がってますね。その上でリーダースキル。これがもう環境最強クラスで3色同時で 70% 軽減3コンボ加算。ドロップ攻撃1個につき攻撃力が3倍、固定100万ダメージです。はい。で、これね、もちろん3色同時で 70% 軽減なんで、軽減率は少し低いんですが、まあそもそも現環境 70% あれば十分足りますし、かつね、この5騎士1個につき攻撃力3倍がほんと強くて、まあ倍率の目安で言うと、まあ5騎士1個組んであげた場合3倍じゃないですか。じゃあ2個組んであげると9倍なんですね。3個で27倍、4個で81倍、5個で243倍、で6個で729倍です。6号盤面の場合、これが限界値ではありますが、それでも729倍が出せます。さらに7、6番目運用してあげると7個で2187倍、そして盤面最大の8個で6561倍率が出せます。これつまりですね、リダフルで組んであげた場合なんですけど、6561倍×6561倍になるので、リダフルルフィで盤面8個5ゲシ組んであげた場合は4300万倍出るはずなんですね。ダメージ倍率がなんかやばいと思うんで、今日はルフィちょっとね、楽しんで使っていこうかなと思います。はい、ということで編成こんな感じです。今日まずね、76運用で使っていきます。で、76運用はほんと火力特化の、ちょっと言い方悪いとバカ力編成って感じかな。だから、面白いネタ編成、かつ超攻略でも環境最強クラスって感じ。で、6号が結構実用的な編成になるのかなって感じであります。安定感のある。今日は戦術チャレンジやるんですけど、戦術チャレンジ正直ルフィ最適クラスに強いと思うんで、編成紹介していきます。まずは波、スキブプラス、雲、操作負荷回復、そして遅延2つです。で、戦国武器継承ですね。はい、戦国武器継承です。はい。そして、ラフィーネ、無効貫潜在に、こちら、会話武器継承ですね。はい、会話武器はまあ正直ね、スキブ、チーム HP、チーム回復要因、かつ指延長あるんで採用されてるって感じになります。指短くなっていいならね、そこは各自代用してあげてください。オーディン、スキブプラス、スキルブースト潜在に、回復強化プラスプラス、そして、アレキサンダー武器継承です。はい。で、戦場はね、弱化ドロップが降ってくるんですが、弱化ドロップ目覚め対策はね、各属性ドロップ強化を1個入れれば対策できるということで、今回アレキサンダーを入れてあげることで、すべての弱化ドロップ目覚めを無効化できます。はい。まあ、わかりにくいと思うんで、わかりやすく言うと、泥強武器がある属性は、弱化ドロップ目覚めが降ってきません。なので、アレキサンダー武器で全属性泥強を入れてあげて、弱化目覚めを完全対策してあげてます。で、クロロです。遅延3に回復強化で、クルセイダー武器継承、そしてルフィです。無効貫に遅延2つ、そして会話武器継承ですね。はい。で、最後フレンドです。ルフィ、無効貫に遅延2つで、理想はセリカ武器、今回は代用でシェリアスルーツ武器使ってます。理想はセリカ武器つけてあげてくださいって感じになっております。はい。会話武器もね、2枚積んでますが、ここもね、ステータスさえもらえれば代用してもらって大丈夫なんでね、今日は実際にこちらのルフィ編成を使って戦術チャレンジで遊んでいこうと思います。実際に使っていきましょう。さあ、ということで1階層からやっていこうと思います。いきましょう。まずは1階層、ラフィーヌ打ってあげて、ルフィ変身、ルフィ変身、クロロ変身からの戦国からのオデドラで、5色消し組んでいきましょう。はい、こんな感じで5色組んでいきます。で、まず1ターンこれで耐久からの、同じくもう1回5色組んで耐久していきます。はい。で、これでラフィーネとクロロのスキル貯めていきましょう。で、このままラフィーネ貯めつつクロロ変身していきます。はい。同じくもう1ターン耐久してあげて、はい、これでスキルチャージ発動からのもう1ターン耐久です。はい、ここもスキルチャージ発動しながら耐久していきます。で、からのクロロ変身してあげて、あ、ごめん、クロロレダチェンしてあげて、
もうルフィリーダーに持ってきちゃいます。さあということでリタフレ76ルフィでやっていきましょう。まあとりあえず軽く出していこうか。こけし何個ぐらい組めるかな。何やねんこれ。惜しい。1秒足りん。お、間に合った。ゴゲシ8セットで2147万倍率。全部完走。もう答えです、これが。ナイス。ルフィが 70% 軽減の理由はもうこれで伝わるかなと思います。こういうキャラだから軽減率が 70% しかないんですよ。本当にアホです、本当に。バケモンで、ここは三色消しで耐久していきましょう。本当にもうそれだけなんですよね、理由。こいつがちょっと弱い理由は。こんなん強かったらダメでしょ、だって本当にね、おかしいんですよ。なんでこんな性能になったんですかね、マジで。何があったんだろう。だからアトリとかのね、比じゃないんですよ。パズルも組みやすいし、アトリよりやっぱり。で、かつ火力も高いから、ほんとね、そこら辺のキャラの比じゃないぐらい強くて、ちゃんとした化け物になってます。はい。落ち込んすごいな、これ。何すごい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 。すごい。倒しちゃった。何あれ俺そんな今コンボ組んだっけ。今なんかすごいこと起きなかった、多分。あんまちょっと今解説に夢中で場面見なかったんだけど、なんか多分すごいこと起きたな。ラフィーネ打ちます。ナミ打ちます。倒していきましょう。いきます。ナミ使うまでもなく、さっきの回数突破しちゃったんで、この波使ってあげて、かつ殴っていきます。 OK。 これで5こげしをなんかいっぱい組んであげて478万倍。この時点で言うてやばいよね。478万倍って時点で相当やばいんだけど、これで倒していきます。だって攻撃力等倍のクロロが13億くらい出てるわけですからね。あ、ごめん、オーディン、あ、わかんない、オドダラだったか、ちょっとわかんないけど、とにかく強いことだけはわかるね。はい、でここオドダラ打ちます。追い打ち組んでいきましょう。グレートどこ、ここか。よし、これで追い打ち2セット組んであげて、しっかりと雲操作化回復していきます。でからのもう一回追い打ち組んでいきましょう。2回追い打ち組みます。はい、ここは殴る必要ないです。で、これで、しっかりと雲捜索化を回復してあげて、6色消し含みながらの5色攻撃で殴っていきましょう。6色消し含みながら殴っていきます。こう。これで、6色消し含んだ13コンボですね。組めてますね。はい。で、これでダメージ無効潜在発動してあげて、かつ倒していきましょう。あー、ごめん、半分まで削っていきましょう。で、半分じゃ変質をくれるので、クロロ発動してあげてクリスタ経験打ちます。はい、次の先制対策で必ずクロロの経験が必須です。はい、からのラフィーネ打ってあげて倒していきましょう。で、こっから操作時間もかなり長いので、パズルもめっちゃ安定しますが、正直ね、あんまりね、めちゃくちゃ組む必要はないです、実際の話は。こんな感じの火力でも十分で、実際は。例えばこれで今、530万倍ですか出てるんで、全部完走しちゃうんですよ。5ゲシ7個か。だからね、5ゲシ7セットぐらい組んであげたらもう全完走だし、で、このダンジョンの道中だったら6セットぐらい組んであげればもう余裕なんで、なんならそんな組む必要ないって感じだね。はい。で、ここは普通に殴っていくだけですね。強すぎるのもね、問題点なんですよね、実際の話。軽
火力高いのはいいことなんですけど、高すぎるがゆえにもっともっと高火力のね、必要なダンジョンとかが出るともっともっと良さそう。なんなら今ちょっとこれでオーバースペックぐらいな感じではあるよね。まあ言ってることやばいけどね、普通に。ただまあそれ以上にルフィがやばいんでね、仕方ないよ正直。ルフィがやばいんだから言われてもしゃあない。でここもひたすら殴っていきます。こんなんも正直楽勝なんでね。はい、これで5ゲージ7セット組んであげて倒していきましょう。多分楽勝でワンパンだと思う。こいつら確かめっちゃ柔らかいはずなんで、うん、瞬殺していきます。大体何セットなんだろう。5セットじゃちょっと足りないのかな。そこらも気になるな。やってみたいけどね、ちゃんと。ここ一旦波打って追い打ち組みながら殴っていきます。でこれでまた5ゲージ含んで倒していきます。波の属性吸収無効の力で突破していきましょう。さあ続きまして8階層です。お手だら打ってあげて大丈夫です。お手だら打ってあげてワンパンしていきま、待って、ワンパンじゃない、3ターン突破していきましょう。この辺は時間かける場合は時間かけてあげて突破していきたいって感じかな。でここは絶対倒します。はい、将来パズルミスだけは怖いんでね、指とか離れないように注意していきたい。言うてパズル系のリーダーであることは間違いないので、天敵はパズルミスになるかなと思います。こう、これで5ゲージ7セット組んであげて、かつ15コンボですね、はい、478万倍で倒していきましょう。 OK。 さあそして9階層です。9階層は少し耐久してあげて波とクルセダ貯めます。はい、必ずどちらも食べてください。これはい、クルセダと波打ちましょう。何も見えないんですけど何も見えないんですけど、無理だろこんな。出て組めって言うんだよ。倒すんかい強すぎだろマジで、やば。お、押し込む、立てきた。はい、立て対策でちゃんとね、これクルセダ必須です。ここの先生で死んじゃうんでね。本当に来るんかい。でここはパズル頑張りましょう。これが水のはずだから、これでいけてるはずなんだよね。多分俺の間違いじゃなかったらこれで今7セット組めてるはず。470倍組めてる。さあこれでワンパンしていきましょう。 OK。 さあ続きまして11階層、おいちゃおとだら打ってあげて覚醒無効回復してあげてください。ほんと火力が高いからね、パズルでこれをするのがめちゃくちゃいいね。盤面最大組めなくても十分グロせるっていうところもめっちゃ魅力的ではある。ねえ、ちょっとユーゴルさん、それはまずいよ本当に。何してる。あ、まあまあまあ、一応4万倍を5万9000倍は出るけど、5万9000倍じゃ視聴者は満足せんよ、まあ、倒すけど倒すけど違うよね。そう、5万9000、まあ、実際このタイミングで豊臣が来てルーレット作られるから、実は意外と今のは正解だったかもしれない、正直。いや、結構ね、今のラフィーネ打たなかった判断はね、これ結果的にはめちゃくちゃ良かったですね。ここでこいつに対してラフィーネすぐ打ってたので、ルーレット消せるのはめちゃでかい。僕、こいつのルーレット好きじゃないので、あんまり。ナイス判断。ナイスまぐれ。まぐれオッツ。え、待って、こうしたい。絶対こうしたい、これ。こう。でこれでダフレで6コンボ加算あるので13コンボ組んであげて、さあここもワンパンしていきましょう。 OK。 さあ続きまして13階層、ここはねセリカ武器、今回の場合で言うとルーツ武器打ってあげて対策してあげてください。ルーツ武器ちょっとね打ちたくないんで次打ちます。はい、今回もうルフィを温存しておきましょう。
ごまんぱんしちゃいます。いきます。そう、あの陽気非対策でねルーツ武器積んでるんですけど、ちょっと今回めんどくさいのでこのまま倒しちゃいます。盤面良いしね、これちゃんと6色組めてますね。あ、もう OK、 組めてると思う。うん、多分組めてる。で14コンボ組んでこのままワンパンしていきます。これはもうルフィとラフィーネの火力でしっかりと破壊できます。さあ14階層です。うん、ここもちゃんと破壊していきましょう。倒せんのかなこれ、ちょっと気になるんだよな。よし、これで水汲んであげたら全属性なんで、あとはまあ軽く殴ってあげて OK。 さあこれでしっかり突破していきます。53万倍、11コンボ。さあこれで突破していきましょう。ナイス、満パンできたかどうかは真相の中、闇の中です。さあここ当然満パンできるんで、3ターン1コンボしてから突破すれば OK です。でクリサダ武器だけ貯めましょう。当然ワンパンよこんなん。はい、クルセイダー撃ちます。ラフィーネ撃ちます。ここはでもちゃんとね盤面最大組みに行きましょう。光がない。オッケー。さあこれで5ゲージ7セット組んであげればまあ十分でしょうってことで、8倍9オーバー。さあこれでしっかりと破壊ワンパン火力で突破していきます。楽勝ですね。さあ続きましてボス、ボスルフィ打ってワンパン狙っていきましょう。ルフィ、ルフィでワンファン狙います。さあということでまずは一発目ルフィ撃ちましょう。演出かっこよくね、この上限解放の。さあ組んでいきましょう。ロックがちょっとうざいんでロック最初に処理します。ここは指存分に使って OK なんで、このためのルフィの火力なんでね、ここでフルパワー出さなきゃマジで意味ないんで。ミスっちゃったな。あ、マジか、めっちゃミスった、やべえ、めっちゃミスった、やばすぎだろ、めちゃくちゃミスったんだけど、何してんだマジで。楽勝。おいおい、強すぎるだろ、ふざけるな。もう俺のパズル力必要ないやんけ。オドタロ打ちます。もう俺がパズル見せると関係ねえわ。うん、もういいわ。てかラフィーネのルーレットの位置クソすぎるんだよな。俺のパズル力じゃさ、なかなか難しいんだけど、さすがに最後までダサいパズルみんなに見せれないから、絶対ラスト決めきります。ということでラストはもう指定しておきます。もうカンスト倍率以外ありえない。それ以外じゃもう突破できない縛りでいきましょう。マジでそれぐらいね、この盤面のこのルーレットの位置ほんとクソなんですけど、ここでも頑張ります。気合でいきましょう。いきます。余裕持ってパズル始めよう。ちょっと回復持ってんの最悪なんだけど、よし勝ったな。さあこれでラストしっかりと5こげしを8セット組んであげて2100万倍率でワンパンしていきましょう。さあということで今回はですね
千住チャレンジをルフィを使って攻略する動画でした。で、今回正直言って動画のことを考えてパズルしてました、ずっと。でも道中とかは5ゲシ5セットぐらいで十分突破できますし、なんなら6セットいらないぐらいなんですね。ちょっと今回動画ということで頑張って軽く出し続けてたんですが、あんなにゆっくり軽くを出し続けた場合で22分ぐらいです。で、さすがに毎ターンね、こんな感じで全力組んでれば結構大変なんですが、正直そんな組む必要ないっていうのもありますし、で、逆に言えばこんだけゆっくりやってもう毎回30秒ぐらい使うパズルをしても十分千住チャレンジ間に合いますので相当強いと思います。で、76ルフィはちょっとね、なんなら現環境には適してないです、このキャラ。もうそれこそ超重力1000分の1とかが来た時に輝くかなっていう感じで、もう未来のキャラって感じではありますね。で、逆にこのキャラを現実的に使う場合は6号編成もかなり強いと思うので、まあまた余裕があればね、ぜひ動画の方で6号のルフィもね紹介しようと思います。ただまあ今回はね、もう間違いなく環境最強ぶっ壊りやばすぎるルフィを使って遊んでみる動画でした。まあめちゃめちゃ優秀なルフィなんでね、ぜひもぜひね交換した人とかはね使ってみてください。ということで、チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。